スビアトスラフ一世は、キエフ大公国の大公。キエフ大公イーゴリ一世とオリガの子。ハザール王国を滅ぼし、キエフルーシの最大半島を築いた。945年、父のイーゴリ一世は、冬の巡回徴税の最中に、ドレブラネ族によって殺害された。スビアトスラフが大公位を継ぐが、幼少であったため母のオリガが摂政となった。歳月の物語、によれば、 オリガは、ドレイブラネ族に対して4段階にわたる生産な復讐を行い、その国を征服したとされる。この戦いに幼いスビアトスラフも参加し、開戦の際には、軍の戦闘で敵に、最初の槍を投じたという。スビアトスラフの成人まで母のオリガが摂政として、国政を司ったが、964年に、スビアトスラフは青年に達し、 積極的な拡大政策を展開し始めた。年代記によれば、死者を多くの国々に送って、何時らと戦いたいと思うと告げ、重死団を率いて、次々に進行したという。スビアトスラフ一世は、自国の中心で政治に励むよりも、常に先人に立って戦うことを好む君主であった。年代記の中では、こうは戦士らの間で兵のように軽やかに歩み、 しばしば戦争を行った。細かく刻んだ肉を柔らかく煮込むことなく、炭火の上で炙って食べたと記されている。東ローマ帝国の記録によれば、中勢で、頭は剥げ上がっていたが片側に高貴な身分を示す。数房の巻毛を残し、肩幅が広く眼見で、性格は荒々しく紳士かつ大胆。厳しく近寄りがたい風貌の人物であったという。 ハザール王国の最大半と早くも、新生開始の翌年に、東方へ兵を進め、岡川流域に居住していた、ブヤチチ族と戦い、ブヤチチ族が、ハザール王国に従っていることを知って、ハザールへの遠征を決意。ボルガ上流のボルガブルガール王国を経て、ハザール本土へ侵入した。ハザールは、西特決の消滅以後、西北ユーラシアで最強の勢力を誇った。 反栄牧反農耕国家で、その藩とは、ボルガ下流域を中心に、カスピ海北岸、カフカス北陸、国海北岸に及ぶ広大なものであったが、当時は、衰退期に入っていた。スビアトスラフは、チュルク経由牧民のグズ族と結んで、カガン自らが率いるハザールの軍勢を簡単に破り、その国土を蹂躙。首都、イキルを破壊した上、サルケルやサマンダルなど、 ハザールの主要都市を次々に占領し、カフカス地方のアランジンやチェルケス人、国会北岸のトムトロカン王国、それに、ブヤチチ族など、ハザールの影響下にあった、諸国、諸勢力をも制圧した。この一連の戦役によって、ハザール王国は事実上崩壊したが、ルーシに草原地帯を確保する力はなく、空白となった旧、ハザール領には、 新たな遊牧民ペチェネグ族が進出し始める。ナオルー氏による、ハザール征服は一般に966年のこととされるが、アラブの地理学者、イブンハウカルは968年として伝えている。第一次ブルガリア帝国の最大半と、ハザール王国の征服後、スビアトスラフ一世は西方へ目を向けた。バルカン半島では、ブルガリア帝国が強情を誇っていたが、 シメオニ世の死後は、衰退に展示始めていた。東ローマ皇帝ニケフォロス二世フォーカスは、ブルガリア国内で内乱が起こったことを契機に、キエフ大公国と結んで南北からブルガリアを、攻撃することを目論んだ。そこで967年、スビアトスラフ率いるキエフルーシ軍は、ブルガリア帝国に侵攻し、ブルガリア軍を破って、ドナウ北岸の八十に及ぶ城塞を占領。 スビアトスラフは、ドナウカ港から80キロほど上流に位置する要衝、ペレアスラベツに入場し、ここを新たな拠点とすることを計画した。年代記によればスビアトスラフは、ペレアスラベツを、自国の中心とみなし、諸国からの物産が集まる地であるために、キエフよりも好んでいたという。ところがその時、ペチェネグ族が、大公の不在に乗じて、キエフを包囲した。 キエフの残留者たちは、摂政、オリガや、軍司令官プレチチラの指揮の下、と、かろうじてペチェネグの攻撃を耐え、スビアトスラフに急ぎ帰国するよう要請した。スビアトスラフは急ぎキエフに戻って、ペチェネグ族を撃退するが、そこで母と貴族たちに向かって、キエフからペレやスラ別に今日移すことを宣言する。スビアトスラフの軍隊と、東ローマ軍の戦いオリガは、 この決定に反対であったが、スビアトスラフの決心が固いことを知ると、せめて自分が死ぬまで待つようにと懇願した。三日後2十秒であったオリガが死去すると、スビアトスラフは、長男ヤロポルクをキエフに、次男オレーグをドレブラネ族の地に、三男ウラジーミルをノブゴロドにそれぞれ分講して、高校の憂霊を除き、十四団の多くを率いて、ペレーアスラ別に移住し、イゴコ公本拠に、 バルカン半島への本格的な進出を開始した。それは必然的に東ローマ帝国との正面衝突を招くことになる。スビアトスラフとヨハネス一世の会見第一次、ブルガリア戦役において東ローマ帝国は自国とブルガリアとの戦いでキエフルーシと手を結んだ。しかしスビアトスラフ一世がペレアスラ別に居座る姿勢を見せたことは 東ローマ側の警戒を招き、ニケフォーロス2世は968年のルーシ軍撤退後にブルガリアとの和平に転じ、ルーシの南進に備え始めていた。971年初頭、スビアトスラフ率いるルーシ軍は再び、ブルガリアへ侵攻した。ルーシ軍はまず、ブルガリアに奪還されていたペレアスラ別を再占領し、ドナウ流域を制圧。さらに南下して、 東ローマ帝国領のトラキアに侵入し、フィリッポポリスを占領した。しかし、ここで、東ローマ皇帝ヨハネス一世ツミスケスが反撃に、天示、アルカディオポリスの戦いで、ルーシ軍を破り、敗走するルーシ軍を追って、ブルガリアに入り、ブルガリアの首都プレスラフを奪回した。スベアトスラフは、ドナウカ港に近いブルガリア北部のシリストラまで、 撤退し、2ヶ月にわたりここに牢上した。その後、ルーシ軍は城を出て、東ローマの包囲軍を突破することを図るが失敗し、スビアトスラフはやむなく、ヨハネス一世と講和し、バルカン半島から兵を退くことを約束した。この講和では、ビザンツ側はルーシによる、ブルガリア侵略を黙認した。二度にわたる、ブルガリア戦役は、結局ルーシにとって何ら行なくして終わった。 しかしこの戦役の舞台となったことによって、ブルガリア帝国は急速に弱体化し、滅亡、東ローマ帝国による再征服への道を歩むことになる。スビアトスラフ一世は、キエフへ帰るべく、戦乱を貫いてドニエプル川を遡ろうとしたが、途中の高校の難所である、早瀬で、ペチェネグ族が待ち構えていることを知り、川口付近で投影した。しかし、 翌972年の春になってもペチェネグ族は依然去ろうとしなかった。彼は部下の意見を知りけて強行突破を試みたが、戦団は早瀬でペチェネグ族に襲撃され、軍はほぼ全滅し、スビアトスラフ自身も殺害されてしまった。ペチェネグ族の主張、クリアはスビアトスラフの頭蓋骨に金箔を貼り、主敗としたと伝えられる。 自ら先人に立って、兵士同様に戦った、スビアトスラフの死と共に、ルーシの英雄時代も終わりを告げた。スビアトスラフの死後、キエフでは、長男のヤロポルクが大行為を継いだ。AB 田中明智吾、キエフ国家の KCP69、田中明智吾、キエフ国家の KCP71、AB 田中明智吾、キエフ国家の KCP72。ありがとうございます。